よく DM とかで高校辞めてプロゲーマー目指したいですっていう子がいっぱいいるんですよ。ツイートで言ったんですよ、学校行けって。インターネット上の仕事なんで、誹謗中傷も多いわけで、見えない人から言われる誹謗中傷が一番効くんすよ。やっぱ昔から学校だりゲームやろう不登校みたいな感じのに逃げるのがすごい得意なんで、逃げてもいいんだよっていう、別に1週間ね休んでもなんとかなるっしょっていう、逃げていいって言ってくれる人がそもそもあんまいないんで、変わったねって言われるのをね怖がらずに、その理想の自分をね追いかけるじゃないですけど、なりきる。英語で fake it till you make it っていう、あたかも自分が世界一うまい選手かの顔つきでいややってやるよみたいな感じで行ったら、まあすごいうまくいきましたし、まあそういう生き方もありなんじゃないかなって。太陽君ってすごいファッションも好きというか、結構普通におしゃれじゃないですか。ありがとうございます。なんかゲーマーっていうステレオタイプだとちょっとこうね、オタクっぽいみたいな、そういうとこ気使ってないよみたいなイメージなんですけど、なんか最近のそういうゲームのシーンを見てるとこうちょっとなんですか、スタイリッシュな感じが多いっすよね。洗練されてきた雰囲気も感じるんですけど、なんかそういうのも思います見てて。いやー、なんかオタクっぽいからちょっとクールというか、はい、新しいカルチャーとしてなんか生まれ変わった感はありますね、うんうん、なんかそれこそなんだろう、みんなどのゲームチームもアパレルめっちゃ力入れて、なんかかっこいいを売りにして、かっこいいとかかわいいとか、うんうん、なんかもう新しいオタクカルチャーからちょっと離れた何かなのかなって。確かに確かに、それこそ元々のオタクカルチャーもいい形で残ってますし、うんうん、新しいかっこいいゲーマー像みたいなのもめっちゃ増えて、ありがたいことにその GQ とかにも出させてもらった時に、僕もやべえ GQ だみたいな感じでめっちゃウキウキだったんですけど、でも結構あそこら辺からイメージ変わりつつありますもんね。うんうん、あったきっかけでもあるんですけど、ボルトルームもだいぶなんかもうでかくなったというか、はいはい、ね、勢い半端ないじゃないですか。やばいっすね。あれはそのボルトルームとの関係というか、それはどういうあれだったんですか、始まりというか。始まりはその僕が所属してるチームのゼータディビジョンっていう、まあ、ゲーミングチームなんですけど、はい、まあ、いわゆる事務所みたいな感じなんですけど、なんかそれこそアパレル作ったり、いろいろカルチャーを作り出す側のそこの社長と飯食った後に、俺の面白い人知ってるよって言われて、何々と思ってついてったのが、そのボルトルームの土井さんっていうオーナーさんのなんか事務所で、そこでみんなでお酒とか飲んで喋ってたらめちゃくちゃ仲良くなって、気づいたらなんかもういつも一緒にご飯連れてってもらったりしてて、でもボルトルームとかもマジですごいっすもんね。なんか、まあ、ボルトルームってお洋服売る、まあ、お洋服屋さんみたいなブランドじゃないですか。でもそのオタクカルチャーは昔からあるわけで、その好きなアイドルじゃないですけど、ストリーマーとかゲームのチームを推すっていう購買力はすごいあるわけじゃないですか、ゲーマーとかオタク気質な人たちって。確かに。そしてその需要に対してゲームとかっこいい服を融合させたみたいな感じだと僕は思ってて、なるほどな、すごいニーズがマッチしてめちゃくちゃ人気が出たって僕は思ってますね。めっちゃ頭いいと思いますね、土井さん。確かに、その APEX だったら APEX やってるこのコミュニティとかでこれ着てたらあってなるし、みたいな、お前着てるやんみたいな。そしてそれにみんな釣られて、正直ボルトルームがすごい先駆者であって、このゲームとアパレルのミックスみたいなで、他の僕のゼータディビジョンとかクレイジーラクーンっていう有名なチームとかがみんな、まあ真似じゃないですけど、すごいリスペクトして真似するっていう感じの形が多いですね。そうっすよね、すごいっすよね。今結構見かけることめっちゃ多くなりましたもんね、ボルトルーム。めっちゃ着てる人多いっすよね。有名な人も着てるし、やっぱみんなゲーム好きだからこそ、そのファッションブランドかもしれないけど、根はゲームがあるわけじゃないですか。そこが好きだったらまあ買っちゃうじゃないですか。あのゲームのあれじゃんみたいな。結構ボルトルームってどういう感じでやってんすか？なんか僕はなんかいきなり入りが結構この中の人に最初に会うみたいな感じだったからあれなんですけど、結構周りの人と話してるとなんか結構ボルトルームってなんか謎な存在みたいに思ってる人とかも結構多いっぽいんですけど、なんかミステリアスな感じでやってるんですか？そうっすね、ミステリアスというか今はそのアパレルと同時に、はい、ゲームのサーバーとか、はいはい、イベントゲームイベントをやってて、はいはい、まあ、僕みたいなストリーマーとかもう全員100人ぐらい呼んで、はいはいはい、みんなで1週間例えばグラセフってわかります？はいはい、グラセフのストリーマーしかいないサーバーを作って、みんななんかメタバースチックな生活をその中で生活するみたいな、1日12時間配信して、あたかも自分が警察かのように振る舞ったりあたかも自分が銀行強盗犯かのように生活を送るみたいな、そんなんやってんすね。そういうのがマジで見てる側もめちゃくちゃ楽しいんですよ。それ面白そう。だってそのもう全員がもうストリーマーしかいない状態ってことですね。そうですね。そしてみんななんか演技じゃないですけど、はいはい、もうキャラになりきって、なるほどなんか僕がいたら、まあ、対応かもしれないけど、それは警察としての対応であって。なるほどね。めっちゃおもろいな。だからそういう運営とかもしてますね。うんうん、そうなんですね。でもマジでそのゲーム、そのさっき言ってたオタクっぽいからかっこいい路線にしてくれたのも僕はボルトルームのそういう最初の一歩がすごいでかかったなって思いますね。確かに。なるほどな。太陽くんも最近服とか作ってましたもんね。いや僕そのまあ服好きなんで、はいはい、なんだろうやっぱグッズとかって多いじゃないですか。まあ、うんうん、みんなやるし、まあ、お金にもなるし、はい、ファンも喜ぶわけですけど、なんか自分が着るものしか作りたくないなとか、うんうん、自分がこういう面白いものかつ自分で着れるもんを作りたいなっていうことで、うんうん、めちゃくちゃなんかいくらコストかかってもいいから、うんうん、もう利益率クソでもいいからかっこいいもの作って売ろうぜっていうあれでやって、僕の T シャツのデザインとか、僕配信で酔っ払って、うん、めっちゃ泥酔してて生玉ねぎ食ったんですよ。やばそう。そして、やべ、カレーみたいな、そのワンシーンがあるんですけど、はいはい、それをモチーフとした T シャツを作ったんですよね。あ、そうなんですね。バンド T シャツっぽく。あ、あれそういうことなんだ。そうですね。なんか骸骨が。はいはいはい。目ん玉飛び出してるみたいな。そうそうっす。あ、そのシーンが由来なんですね。よく見ると手になんか爆弾みたいなやつ持ってると思ったら玉ねぎなんですよね。はいはいはい、とかメガネも僕のこのクリアメガネかけてて、はいはいはい、その背中には、まあ、ちょっとかっこよく世界バンド T シャツって街の名前と日付とか書いてあるじゃないですか、はいはいはい、でもゲームの大会の名前順位とかで、はいはいはい、まあ、なんかモックバンド T シャツみたいなやつ作ったりして、うんうんうん、あれ普通にかっこいいっすよね。ありがとうございます。超普通にイケてる T シャツだもんな。それはその話は知らなかった。そのいやでもなんかそういうちょっと分かんないじゃないですか見て、うんうん、そういうの分かる人、あ、着てるじゃんみたいな、はいはいはい、それが楽しいなって。僕も昨日大学行ったんですけど、はいはい、バス並んでる時に大学に行く、はい、僕のファンの子が後ろから僕の T シャツ着て、うえい見ろ見ろっつって、はい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 、お前買ってくれたんかっつって、そういう、まあ、結構僕ファンとの距離も近い方だと思うんで、うん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 、めちゃくちゃバスの中で語り合って、なるほど、学校頑張ろうなっつって、めっちゃ嬉しかったっすね。それテンション上がるっすね。めっちゃテンション上がりました。昔よりこのなんていうんですかね、人気というかリスペクトされてるみたいな感じはこう増えてきてるって感じますか？なんか昔それこそ2年前に比べたらはるかに変わったと思いますね、うん、なんか認知度がそもそも全然違いますし、うん、まあ、みんなそのやってることもすごい好きなんですけど、その人がどういう人なのかとかで好きになるようになったんで、そのみんな露出が多いんで、配信だったり、そこでその人の人柄が好きっていう人も増えて、それで好きに言ってくれる人が一番僕としてもすごい嬉しいですし、もうありのままの自分を好きって言ってくれるって最高じゃないですか。プロのゲーマーになりたいですみたいな人に対して、まあそのプロって言ってもさっき言ってたみたいにこの選手的なことなのか、ストリーマー的なことなのかとかいろいろあると思うんですけど、うん、なんかどういうアドバイスしてますか、そういう人に。いやー、これ結構重いというか、はい、賛否両論あるんですけど、はい、1年前ぐらいに僕、はい、よく DM とかで高校辞めてプロゲーマー目指したいですっていう子がいっぱいいるんですよ。でその子をまあなんかちょっとまあなんですかね、まあでもツイートで言ったんですよ、僕はこういう相談来るんですけど学校行けって。はいはい。ああ、なんか見たかもしれないです。めっちゃバズって、結構バズってた。めっちゃビビりました。朝起きたら10万いいねとか言ってて。10万も言ってたんだ。みたいな、はい、ヤフーニュース取り上げられてんだけどと思って。でも、なんだろう、その、まあ、アドバイスじゃないですけど、うん、もうプロになれる人は、俺みたいに高校行きながらでもプロになってるわけで、あなたがプロになれてない理由が高校じゃないっていうか、高校は別に妨げじゃない。なるほど、なるほど。なんならプロになって辞めるとかだったらまだわかるけど、辞めてプロを目指すってもう何万人も前にいるわけであって、まあそんな簡単になれるもんじゃないっていうのを伝えたかったんですよね。はいはいはい。なるほどな。まあそうっすね。あ、これだ。ありました。プロは目指すものではないです。気づいたらなってますってやつですね。そうっすね。学校行きましょうって。なるほどな。なんか別に学校行きながらなっちゃう人もいるし、まあでも辞めてなった人も何人かいるかもしれないけど、結局そんなん僕に相談してる時点で辞める決断力がないというか、覚悟が違うっていう気持ちはちょっとあって、まあ学校を卒業してこうしたことはないじゃないですか。その後を卒業した後目指せばいいっていうのもあるし。確かに。なるほどな。これで僕が大学辞めたらめっちゃおもろいですけどね。そっか。まだ今何年なんですか？今3年生ですね。2年半休学して、ようやく23歳で3年生になって。なるほど。じゃあ今学校行って配信してって感じ。そうっすね。最近はどんな感じの生活なんですか？なんか前聞いた時はそのなんだゲーミングハウスに入ってたから、もうなんかそのタクシーで移動して、もう夜まで練習して、みたいな感じだったと思うんですけど。いや、今、僕、気づいたんですけど、はい、ゲーマーって、そのかっこいいになってるかもしれないですけど、結局みんな根はゲーマーなんで、配信者とか、結構もう一日中家にいるんですよ。僕、もう家から出たい派なんですよね。配信いっぱいやって、その後街を歩くみたいな。で最近はもう近所のお店めっちゃ行って、飲んだり話したり、近所の人たちとめっちゃ仲良くなるっていうよくわかんない新しいコミュニティができて、めちゃくちゃ楽しいですね。こんな大体同業者とか似たようなことやってる人とかたまるじゃないですか。でもここはみんなのたまり場みたいな感じで。いろんな銀行員からなんか古着屋さんから、僕みたいな配信者からなんかもう多種多様の人たちがみんななんかリビング感覚で遊びに来るような場所に巡り合えて、ああこういうのだよなって。面白いですね。てかそれで言うとあれだ、なんか筋トレとかなんかすげえやってません最近。ああ筋トレも最高っすね。僕まだ全然ちっちゃいんですけど、筋トレやりだすとなんか悩みとかなくなりません？そう、めっちゃわかるんですけど、なんかゲーマーでそういう人珍しいのかなと思って。海外だと結構多いんですよね。そっかそっか。筋トレやる人も、そもそも日本人で筋トレ人口が少ないじゃないですか。確かに確かに。ゲーマーになったらなおさらなんですよね。でもそれこそそのボルトルームの土井さんとみんなでキックボクシングとかやってたり、もうみんななんかあそこら辺は運動マインドになってますね。でもなんかその方がいいっすよね。なんか海外とかだとね、仕事できる人イコールこう運動とか、筋トレとかしてるぐらいの感じじゃないですか。なんか日本もだんだん最近こうフィットネスのあれが徐々に来てる気がして、うん、まあ、仕事いっぱいやればいいっていう文化がちょっとずつ減ってる気はしますよね。なんか効率中じゃないですけど、その最善の自分のベストパフォーマンスを出すために運動、フィットネスが必要だよねっていう。なるほどな。そうっすよね。いやマジでそうっすよね。いやなんかめっちゃ筋トレ不況はいポッドキャストになってるかも。筋トレ不況ポッドキャストでも僕は筋トレ好きだからいいんすけど、でもなんかいや思うんすよ。そう結構これ前もモデルの子がモーガン君って子が来てくれて、このポッドキャストで、で筋トレハマってるって話をしてたんですけど、なんかこう筋トレの良さをすごいめちゃくちゃでかいマッチョの人が熱く語ってもなんかふーんっていうか、まあそうよね、まあそうあなたはそうでしょうねぐらいの感じで終わっちゃうけどその確かに彼とかがね、そうでそれってそのゲーマーもそうかなと思って、その確かに一見真逆の人がそんだけ言うんだったらそんなにいいのかみたいな感じになるかなって、うん、今話してて思って、いやマジでそれこそマッチョを目指すわけじゃないけど、はい、本当に体のウェルビーイングのために絶対運動した方がいいし、僕は先輩とかでも結構きつく言うんですよね。なんかマジで家から出ない先輩とかに「いや散歩は1日30分しましょう」って、うん、外の空気は1回吸いましょう」っつって「やばいっすよ」っつって「家にずっといちゃダメです30分歩きましょう」っつって「はあ」とか誘ってチャリ一緒に、はい、はい、チャリちょっとブラッとどっか公園行ってなんかお茶しましょうよとか誘って、まあ、外に。出るだけでマジでメンタル良くなるし、うん、いやほんとそうっすよね。っていうかそう僕も結構割と在宅ワークが多かったりするから、はい、その家出ない日とかあるとやっぱちょっと散歩するだけでも全然違うじゃないですか、うん、だしそのメンタルにほんといいと思うんですよね運動とかって。それこそなんかゲーマーの人とかってこう病んじゃうじゃないけど、そういう人とかもいたりするんすか？いや多いっすよやっぱ、うん、いやインターネット上の仕事なんで多分わかると思うんですけど、誹謗中傷も多いわけで、見えない人から言われる誹謗中傷が一番効くんすよやっぱ。そうなんだ、なんでこんなやつに言われなきゃいけねえんだみたいな気持ちになって、特に僕みたいなそのやってやるぞマインドの人とか、特に言い返せないからこそめっちゃたまったりするんで、そういう時はベンチプレスしてます。うわ、くせろーっつって。最高っすね。忘れるっすよ。忘れるっす。あんなやつどうでもいいってなる。うん、いいな。でもそれやっぱ、そのさっき言ってたみたいに、こう出ましょうって言って、外連れ出したりするのめっちゃいい活動じゃないですか。いや、みんな、あと、まあ、サウナとかも最近、すごい、まあみんなの中で普及してますし、はい、配信者たちでみんなでサウナ行くとか、全然それでもいいから家から出た方がいいし。うん、飯行きましょうでもね、全然いいっすもんね。なるほどなるほど、確かに。まあ一個運動っていうのはちょっとその解決策としてあると思うんですけど、うん、そういうやっぱこのインターネットとかとメンタルヘルスの問題って今いろんなことがすごいあると思ってて、はい、それなんかその辺に関してこう例えばプロゲーマーとかそのストリーマーとかこうインフルエンサーとかをやりたいっていう人たちとかにそういうメンタルヘルス的な面とかでなんかアドバイスとかなんかあったりします？なんか一概に言えないのが難しいじゃないですか。これだからもう自分のキャパというか自分が耐えれる、もしくはなんか無視できる許容をしっかり把握して、あ近いなと思ったらもう SNS やんないとか仕事以外でやんないとか。そういうのが本当そのストッパーが効かない人が大体どんどん沼にはまって暴れ出しちゃうっていうのが多いと思うんで、僕はまだなんかそんな爆発、多分それがうまいんですよね昔から、その学校だりゲームやろう不登校みたいな感じの逃げるのがすごい得意なんで、あきついなと思ったら多分配信1週間とか休むだろうし、別に僕はすごい逃げ上手なんで。この逃げの技術をね、逃げてもいいんだよっていう。別に1週間ね、休んでも、まあ、なんとかなるっしょっていう。確かに。そういう発想がね、まあ結構日本人にないじゃないですよね、うん、逃げていいって言ってくれる人がそもそもあんまいないんで、そう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 、僕自身もちょっとその、まあ、動画編集者とかも雇ってるわけであって、はい、まあなんか自分の部下じゃないですけど、はい、自分が活動しなかったらお金に困る人が出てきたわけで、あ、そう、こういう思いもあるんだなというか、はい、自分だったら全然パッて休めるのに、こいつらのために俺も頑張んなきゃなっていう、ね、そういう悩みはありますけど、うん、まあ、別に今まで貯めてきたお金、その配信しなかった1週間払ってあげて、うん、ごめんね、また来週から頑張るわみたいな、うん、いくらでも逃げの作り方はあるんで、皆さんもね、まあ、逃げた方がいいと思う。逃げなきゃいけない時に逃げれなかったらね、食われちゃうわけですし。確かに。っていうかそうなんですよね。多分日本って逃げちゃダメだ精神が多分結構、うん、強いからね、悪循環に入っちゃう人も結構多そうです。だってギャップイヤーっていう概念がないじゃないですか。はい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 。海外とかだと大学卒業して1年ちょっと世界旅行行って帰ってきて就職するわみたいなテンションなのに、とか転職中1年間仕事をとりあえず一段落ついたから1年旅行して帰ってきて就職するわみたいな、うんうん、なんかそういうメンタリティはマジでないっすよね。常にやってなきゃいけないみたいな、うん、最近はなんていうか、その昔っていうの闘争心というか、この高いレベルでやりたいみたいな風に戻ったりとかすることもある。いや、あるんですかね。僕最近はすごい多分反動で5年間ぐらいプロやってたんで、反動でのんびりしてみたいな感じで今すごいのんびり期入ってて、楽しくゲームをやるっていう時間に入ってて、でも将来またなんか来年とか気づいたらまた海外行ってる可能性もあるかもしれないですよね。そうっすよね。なんか前のインタビューでも結構なんか衝動的に動いてるから、もう先は全然違うことやってるかもしれないみたいなこと確か言ってた気がするんで、うん、いや結構衝動的っすね。それこそアパレルとかもなんか今後うまくもうなんか売れなくてもいいからどんどん展開したいですもん。うんもう赤字でもいいから好きな服作りてみたいな。結構今で言うとそういうなんですか、まあ近い将来のやりたいことで言うとそういうアパレルとかなんかいろいろ他にもあります、うん、なんかアパレルの話でもいいし、それこそその今自分が居場所になってるその地域の人たちのお店とか自分でやれたらなって。まあでもなんか自分がやったら。自分のファン来るじゃないですか。でも地域の人たちじゃなくなっちゃう可能性があるから、まあ名前伏せてやるとか、まあいろいろ手口ありますけど。面白いですね。そのオフラインの動きというかローカルのみたいな。うん、結構やってることがもうグローバルなんで、いいフラッと仕事終わった後にローカルの人たちと会えるっていうのが、またなんか。約束するのがめっちゃ苦手なんですよ。今日も収録、あ、今日かみたいな感じで、やべやべやべみたいな、引っ越しだったと思って。でも、そういうお店って約束しなくても誰かしらいるっていう、まあ今日お前かみたいな感じの、あのテンションがめっちゃ好きなんですよね。みんなのたまり場みたいな、そういうのやれたらおもろいなって。確かに面白いですよね。インターネットでね、世界に繋がってるけど。なぜかみんなそこに集まるっていう。じゃあ、最後の質問なんですけど、この番組を聞いてもっと自分らしくいられる人が増えたらいいなっていうのが、We Are Thoseの願いなんですけど、ご自身の経験から、ちょっとリスナーに伝えたいメッセージなどあったらお願いします。なんだろう、もう、自分らしさってすごい抽象的で、考えるじゃないですか、自分らしさってなんだろうって。そして、なんか自分が思う自分らしさと他人が思う〇〇さんらしさってそもそも全然違うし、確かになんか俺だったら太陽ってなんか自由奔放でなんかいろいろもう我が道を行っててなんか一匹狼だよねみたいな感じで言われるっすけど、なんだろう、自分の理想とする人間っているじゃないですか。全然違うんだけどみたいな、その自分の中の理想の人とか自分がこうありたいっていう人があたかも自分のように振る舞うんですよね、自分も。そしてそれに頑張って寄せようというか、寄せようっていう気持ちじゃなくても自分はそうなんだみたいな強い志を持って、それ変わる、全然変わることもあるし、なんかその、いや昔俺こういう人目指してたのに今全然違うよみたいな、そのブレも全然変わることはすごいいいことだし、なんか個性っていうのも変わっていくわけだし、変わったねって言われるのはね、怖がらずに自分の個性は変わるもんっていう認知を持ってね、その理想の自分も変わりつつ、どんどんその理想の自分をね、追いかけるじゃないですけど、なりきる。英語で fake it till you make it っていう、もう、うまくいくまで、そのなんか嘘じゃないですけど、偽りの自分じゃないですけど、あたかもその人であるように振る舞うっていうのがね、僕すごい自分の経験でも、そのプロゲーマーになった経緯でもありますし、とりあえず例えばチャンスがあって、でも自分じゃ適任じゃねえなみたいな、僕もすごいいっぱいあったっすけど、いやあたかも自分が世界一うまい選手かの顔つきで「いややってやるよ」みたいな感じでいったら、まあすごいうまくいきましたし、なるほど、まあそういう生き方もありなんじゃないかなって僕はすごいいろいろ経験した中で、まあ、まだ23なんで全然若いですけど、こう、まあ、今後もね、変わり、全然違う自分が5年後にあるかもしれないけど、その時その時自分がなりたいような人になってると思いますね。いいっすね。別にこのなりたいと思った自分になろうとしていいしっていうことっすよね。別に全然、それが変わってもいいしみたいな。なんか全然軸がぶれるっていうか、その軸ってなんだよって話だし、あんまね、その変化、やっぱ変化って怖いじゃないですか。自分が変わるのもすごい嫌な人多いし、まあ、常に変わった方が面白い、楽しいって感じですね。ありがとうございます。ちょっとじゃあそんな感じでまとめようかなと、終わりにしようかなと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。